浜松町ビルディングは東京都港区芝浦一丁目にある超高層ビルである。東芝ビルディングとして開業するが、東芝がビルを所有する東芝不動産の株式65%を野村不動産ホールディングスに売却し、本社機能の過半を完成したラゾーナ川崎東芝ビルに移すと名称は浜松町ビルディングに改められた。 東ビルを含めた4.7ヘクタールの敷地は、野村不動産と野村不動産ビルディング並びに、東日本旅客鉄道が再開発を計画している。第26回、b c s 省特別省受賞。多摩地駅芝浦口から海岸通りを経て潮止までに、至る地域は、かつてはいわゆる、埋め立て地の倉庫街だった。だが、東京湾が持つ船による、 輸送機能が自動車輸送の発達に大きく影響され、工場、倉庫は撤退。その跡地の有効利用が求められるようになった。このため、港区が1974年に芝浦一丁目における工場、倉庫の跡地利用、SKP 計画の提案を行い、事業化の方法、業種ビル形態のバリエーション等の検討の結果、超高層貸しオフィスビル一等案が採用された。 この地を発祥とする東京芝浦電機が核となり、共同事業者である港建物が設立され、その後参画した第一生命保険とともに、事業は推進されることになるが、北側に隣接する敷地に東京ガスビルディングの計画が持ち上がり、1977年、芝浦一丁目及び海岸一丁目が一体となって、特定外区の指定を得たことより、浜松町駅の改造、 保車用の都道整備、運河の橋新設などの土木工事によるインフラ整備も合わせて開発に組み込まれることになった。建設工事は1981年8月に着工し、東芝発足45周年にあたる1984年に竣工した。約400億円が当時整備されたビルは、その70%が東芝本社として利用されることから、 東芝ビルディングと命名され、東芝や東芝グループ各社の本社機能が入居。春行年は東芝と社名変更された年でもあり、またちょうど情報通信分野に参入した時期とも重なったこともあって、自社の最先端応 a 機器を徹底的に活用、本格的なインテリジェントビルの走りとして注目された。春行当初から低層階には丸禅石油が入居し、 エントランスには、社名表も掲示。1階には、東芝ビル内郵便局のほか、三井住友銀行浜松町ビルディング出張所がある。この ATM は、ビル開業を機に開設された、三井銀行浜松町東芝ビル支店を発祥とし、桜銀行時代に出張所に、格下げとなり、2014年3月7日をもって、親店舗に統合。無人化された。また、 コスモ石油のメインバンクである三菱 UFJ 銀行 ATM もあったが廃止となった。浜松町駅とは東京ガスビルディングと共同で設けたペデストリアンデッキで結ばれ、南側には住所が芝浦1丁目1番1号と1が3つ並ぶこと、ちなみスリーワンプラザと名付けられた飲食店などが入る別館があったが再開発に着手するため解体された。 北側には東芝浜松町ビルというよく似た名前のビルがある。2008年11月、ビルを所有する東芝不動産の株式65%を野村不動産ホールディングスが東芝から800億円で取得し、東芝不動産はレック東芝不動産に社名を変更した。2013年、神奈川、川崎の再開発エリアに ラゾーナ川崎東芝ビルが完成すると、東芝は本社機能の7割程度を同ビルに集約した。これを受け名称は浜松町ビルディングに改められ、野村不動産は翌年9月までに清水建設が開発した新型の精神装置の設置工事を完了させ、空いたスペースを新たに貸し出し、コニカミノルタジャパンやコスモエネルギーホールディングスなどが移転してきた。 野村不動産と野村不動産ビルディング並びに JR 東日本は当ビル及び JR 東日本が持つカートレイン、乗降場跡地が一体となった4.7ヘクタールの敷地に二棟の高層ビルの建設計画を発表している。設計には、牧文彦を起用し、2021年9月に着工、2031年3月に全体竣工を予定する。 海に近く、鉄道と運河に囲まれていることなどの立地条件と内部構造の検討から、現状地盤から約2メートル高い膨張護岸のレベルに人工地盤レベルを設け、その上に構想を胸を立てる構成とした。この人工地盤を超高層ビルのための新しい敷地と考え、その周囲に1500本を超える常緑落葉の中、 高木と4万6千株以上の観木を植えて自然の回復を図り人工地盤の南側中央には滝と噴水、照明タワーのあるプラザの角として中庭広場を整備した。敷地内では緑とモダンなビルの組み合わせがいいのか TV ドラマのロケ地やファッション雑誌の撮影地として多く使われたほか中庭のステージでは毎年8月に 近所の商店街の人も参加してのど自慢大会も行われていた。建物の形状は基準階と上層階の平面形状を変えて彫りの深い門型タワーとした。これは形態のユニークさのみを狙ったものではなく、あくまで効率に裏打ちされ、かつ構造の有利さに裏打ちされた形態を目指したからである。例えば効率性については、 レンタブル比は80%であり、通常から比べれば約10%向上している。このことにより40階建てのうち一層分が増えるという分かりやすいメリットが得られた。また構造としてはハットトラスによる地震時の安定性などがある。建物の外装は厳しい立地環境に対応すべくフラットで確実なアルミカーテンウォールとした。さらにガラスは その確立という方針を徹底すべく、熱線反射ガラスを採用している。カーテンウォールの色は、新しい再開発のシンボルとしてのイメージ、先端科学技術を追求する企業イメージ、さらに近接する世界貿易センタービルと対比する意味で、二次、電解着色による明るいシルバーホワイトを採用した。隣接する南側の敷地は、1八十八年に、 特定外区の指定を受け、清水建設が本社機能を置く c バンズ S 館、NTT 都市開発が所有する貸し事務所 c バンズ N 館とアトリウム棟、アモールからなる c バンズが建てられ、1991年1月に竣工している。エレベーターは次のように分類される。地上3階から39階までは、分速480メートルで30秒で結ぶが、 2017年10月までにリニューアルが完了している。ありがとうございます。